ボンジョルノー、あっちゃんです。今日は8月11日9時10分でございますってことでね、9時10分にね、9時10分にちゃう、ギリギリ8時台に目覚めて、ソーレとトロとコーヒーいただきます。今日はドトールコーヒー、上島がもうまだもうちょっとだけね、まだ他のもあったから先にそっち飲んだこと思って、はぁ、今日はね、昨日ね、まあ、ちょっと模型細かいのすっごい疲れないけど、今日も模型ちょっと待ってね、また疲れるから、ちょっといろいろね考えてることがあって、今日はみんなお休みですか？家族おったらチャンネル見れないですか？ちょっと視聴者さんが変わってきて、変わっていうか、この休みの時はね、いつも見てくれる人からのコメントがなかったりするから、あ、家族が帰ってきてるんやろなって、家族が帰ってくるとか、あとね、帰省してるったりとかね、いろんなそういうのがあるんやろうなって。やっぱもう何年かやってきたらね、大体のパターンがやめてきてね、やっぱりそのなんていうのかな、この時期結構あれやなって、再生取れへん日よねとかっていうのをやめてくるよね。まあまあそれは仕方ないとしても、やっぱりね、このね、8月の暑い日とかそうじゃない日っていうのもね、ひっくるめてね、昨日おとついとそんなに電気代が上がってないの、あれちゃったっけな、この前あっちゃん熱中症なんてクラクラだったって吐きそうやって言ってたっけ、これ送ってきた日やね、8月9日に送ってきて、金曜日やね、そんなにちょっと上がってる、でもその日はその1時間程度しか使ってへんから、まだ分からへん、スポットクーラーをね持ってきたんで、ま、スポットクーラーを窓から排出するダクト買ってね、思ったほど冷えへんなと思って、電気だけ食って冷えへんのかと思ってちょっとがっかりしとってんけどね、電気も3キロほど冷えてんねんけど、これも何でもね、いい方いいね、温度も一度上がってるしね、まあちょっと様子見てみよう。でやっぱり何て言ってもあっちゃんのこのパソコンが一番食ってるような気がする。まあ一番ね、金稼いでんのもこのパソコンやねんけどね、いろんな金があってさ、稼げる金ってなかなかないやん、大体そのちょっと足を上げるわ、家電ってね、炊飯器、洗濯機、冷蔵庫、テレビ、他何家電って言ったら、エアコン、大きいところでそんなもんかな、ビデオとかいろんなのがあるけど、どれ一つ稼いでくれへんのよね、生活を便利にしてくれるけど稼いでくれへんの、唯一稼いでくれるってパソコンやんか、だからまあ金食い虫なら仕方ないのかな、いや、って言ってもね、1日まあ30キロ、30円でさ、900円ぐらい、1日900円、1000円ぐらいの経費だからね、それ以上稼いでたら経費っちゃ経費やけど、大
きいよね。1日1000円やったらもう3万円1000円で3万円もうちょっといくな。いやトータルでそれぐらいか。1日3万超えんだからね。1日1000円以上ね、うん、まあ基本料金もあるからか、なんか知らんけど、なんかね電気調整なんたらとかね、つくんよね。省エネ促進課金っていうのね、課金されてんのよ。エネ料調整額っていうのね、課金されてんのよ。結局トータルでいくとね、その何キロイコール何部じゃないんだね、うん、まあそんな感じでね、3万くらいから1日3000円、1日1000円ぐらいの、1000円プラスアルファぐらいのね、料金かかってくる。まあそれ以上稼がなかった。まあまあまあ、それ以下やったらあかんけどね。ね。まあ、あんな感じでね、いろいろ、電気は、ね、どうしても仕方ないんでね。家計費以上稼がへんかったらね、生活していかれへんからね、頑張って稼いでいかないな。いや、まあ、ちょっと頭がね、寝てるんでね、いつも頭寝てんねんけどもね、ぼーっとしてんねん。昨日もね、もうお盆の真っ最中やったから、もうあのかな。昨日のユンボライブの再生少ないね。まあまあね、うん、こんな感じで、あれちょっと今ね、あのコメント欄とかをちょっと見てんねんけど、今日は、ちょっとね、ライブの統計取ろう。統計見よう。でね、大体ね、ちょっとやっぱ再生は、機能は少なかったね。再生統計がおかしい。ん？なんかね、再生統計がおかしいよ。なんやろ。ちょっとね、YouTube のアナリティクスが怪しげになってる。どういうことや。まあいいや、よくはないけど、まあいいや、はい、なんかね、アナリティクスがおかしくてちゃんと表示されてない。なんかね、一回だけかパソコンからやったの。裏チャンネルね。裏チャンネルどうもね。どうもね、なんかね、おかしいよ、裏チャンネルの再生数。確かにかな。まあ。ね、ちょっとね。なんか、ライブのね、収益が全然取れてないんだよ。裏チャンネルね。だから、多分こんなわけないしね。メインチャンネルだね。ボケが落ちてきた。ああ、やば。あ、こん中ぐちゃぐちゃだった。細かいものに至って、前は。落ちたもんしかない。はい。ということでね。
今日ちょっとね話をしたいなと思うことがあってんけどね、寝たら忘れた言いたいなっていうのがあってんけどね、まあいいわ。まあ今日ちょっとね、メインチャンネルの動画が上がってなかったかな。何本かだけ作ったんよ昨日、で、そうやな、今日朝9時の動画も上がらへんかったでしょ。なかったんよ。で、これで昼番4本しかで、あとこの動画で言うと5本、あと2本は最低作りたい。あ、ゲームもある。ゲームもあげたらいいからやねんけども、どっちを出そうかね。あ、これちょっとさっき引っかかってるやん。ほらも、引っかかるとは思ったてか動画内で、ね、引っかかってるって言ってるの。すっごいね、昔のゲームやねんけど音楽がすっごい入ってんだよ。ね、またその音楽が絶対著作権あるやろみたいな音楽だったらね、引っかかってたまあいいや。もう一本予備があるからね、こっちを出そう。これね、今日上げておきますね。作業ちゃんとね、今日はゆるっと模型でって言いながらもやっぱりやらないことはやっていかない感じで、一応ねゲーム実況も休まず毎日夕方5時半17時半に上げるようにしてんだけど、それはね守ってるんでね、頑張っていきますわ。はい、これ頑張ってるって言うてええのかどうかわからへんけどね。でもう一丁ねゲーム実況ををしてる動画をね作っていかなあかんねんけども、ちょっとね作る準備だけするわね。喋りながらねやっとったらこうついついねでけへんこともあんねんけども、どうやったっけな、いろいろあってね忘れちゃうんだよ。忘れちゃう、何をしていいのか忘れちゃうもんね。なんでかって喋っとるとね、意識がそっちに行ってしまうでしょ。意識がこう動画の方に行ってしまうから、喋りがね、となんか何を言うとのかよく分かんないなってはね。だから。気付けなあかんねんけども、今何しようと思ったんかいなってもうそれも忘れてしまうというね。ほらで、フォルダをねいっぱい立ち上げなあかんのよ朝から。これ決まって立ち上がってくれたらいいんだけどね、毎朝ねいっぱい立ち上げとんでね、慌てて立ち上げるとフォルダが空ですってなんだけど、これで編集ソフト立ち上げてないでしょ。これでね、ちょっと編集すると立ち上がるまで待ってよ。で、今日はね、こういろいろと見てて、ね、で、YouTube を立ち上げてね、YouTube のメインチャンネルとか、
今見てんだけども、おすすめが今上がってきてんだけども、ちょっと面白い動画も上がってきてね。だから動画を作ってる、動画をレンダリングしてる間にね、その合間にちょっと動画を見たりはしてんだけどね。まあね、いろいろとありますがいいねって感じで、まだ立ち上がりない。結構ね、立ち上がる時間かかるな。結構ね、おすすめに上がる動画でね、見たいなっていうのが何本かあるんで、それちょっとピックアップしてね、で、動画をレンダリング中に見るんだけどね。ちょうどこの時期になってくるとね、戦争絡みの動画が上がってくる。まあ、あっちゃんが、ね、ヤマトを作るのに資料集めに戦争の画像とかを見てるからかもわからんけどね。それがこの前からずっと上がってきてね。で、それを曖昧まで見てんねんけど、やっぱり、ちょっと涙なしでは見れないよみたいな動画が結構多くてね。ニュースに魚で目の焦点を合わせるのがちょっときつくなってて、やっぱり残ってるのは完全には治ってないけど、だいぶね、目もマシになってるけど、まだやっぱりちょっと目の焦点を合わす機能はないし、ちょっと、ね、疲れ目用のね、ビタミン C が入った目薬、うん、これをしてね、ね、動画をね、結構過酷なんよ、目にとってね。これちょっとね、昔のね、ゲームをちょっと今やり始めたんやけど、面白かったよこれ。音声補正をかけて、チャオあっちゃんです。はい、チャオあっちゃんです。うん、チャオあっちゃんです。多分これ久々になる。前にやってなかったんだけど、ね、久々にやったゲームもね、ちょっと編集というかレンダリングをしたのかな。これもノーカットでいくんだよね。バイバイ。はい、またね、バイバイでしょ。ね、これがね、あっちゃんのゲームのね、これいつあげようかな。まあ、こう数日、ね、今日か。いや、今日はちゃんのあげようかな。タイトルやね。これでちょっとね、何かけどね、ちょっとね、いろいろこう調べてね、やってたらわかんないけども、
といろいろこうやってで、ああそういうことか。ちょっとね、昔のゲームっていうのもやりたいなっていうのもあったりね。で、いろいろねやりたいことあんねんけどね。ゲームもそう。やっぱりプラモデルもそうやねんけど、ゲームもそうやねん。趣味でやるんでね。今最新のものも楽しいよ。でも昔々のものをやっていくっていうのはね、ちょっと言ってね、これなんかありませんけども、もう、ね、金型がね、30年、40年前の、これも、モデルももう50年ぐらい前の車のね、模型とかね、を作っていくっていう、これもね、20年ぐらい前に作ったプラモデルね、それを持ってきたんやけどね、まだこれ完成じゃない。まだもうちょっとね、ウインカーとかね、テールとか今塗ってなかったりね。せやねんけど、でこれ今これなんて汚し入れたりさ遊んでんのよ、ね、こんなものをいじったりとかね、これは古いやつで、今最新、これ最新やね、これね、ラックラとか最新のプラモデルとかね、今出た新金型、最近新金型で出すことってあんまりないよね。タミヤさんの新金型で今の新型 Z なんかそういうのこんなんとかも出てんのやねんけど、面白いけども、昔々のモデルも面白い。ゲームもそうやね。昔々のゲームもやるのも面白いしね。ね、今頃になって、ね、スペースインベーダーとか、ね、何がおもろいの、ドンキーコングの1とか2とかね、マリオの1とかね、そういうのもやってもね、面白いかなと思ったりもするし、ドット絵のね、そうかと思ったら今風のゲームもいいかなと、最新のね、まあ、そんなもんあってね、まあ今、昔を楽しもうと思うんで、まあ、そんな感じでね、まあ、こうちょっと今週お盆休みっていうんでね、お盆休みウィークっていうことでちょっとあっちゃんはゆるりーんと楽しんでいこうと思うんでね、まあ、皆さんも、あっちゃんねるをゆるりーんと楽しんでいただけると嬉しいですということで、今日はねほんまにダラダラ雑談お付き合いありがとうございました。でここまで付き合ってくれる人何人いてるのか知らんけどもね、はい、最後まで付き合ってよっていう人ぜひぜひコメントくださいありがとうございます。ということで、今日のあっちゃんのコーヒー雑談をこの辺で終わりにしたいと思います。またね、今日も一日よろしくね。あ、今日ね、楽しいこと、なんか、また楽しい動画とかもするよ。ライブもするよ。今日もライブするんで、ぜひ来てください。ではまたね、バイバイ。